はい、花屋レモさん、動画の方お疲れ様です。ありがとうございます。 FX ね、とりあえずやってみるいいんじゃないですかね。特に私が FX を進めながらもですよ、 FX は退場者ばかりしか出ないんで非常に寂しいなというところでございます。まあ必要な材料をもし求められれば FX の基礎講座私もねありますんで、そちらの方に参加していただいたりとか、基礎講座が足りないよって方は中級編、今まさにこの瞬間やってますんで、こちらの中級編のご受講いただいたりとかね、いずれも有料ですけども、こういうふうに、まあ、自己投資をできるかどうかが最初の投資なんじゃないかなと思いますね。いや FX ってね、これ必ずしもポジショントークじゃないんですけども、やっぱり独学で FX を突破できる人っていうのはなかなかいないですね。人に教わりながらでもほとんどの人は挫折するんですよ。で、一流な人に教わってももう消化できずに終わっていくんですよ。まあその根本原因は FX にまあ身を捧げてないんじゃないかなと思うんですよね。私は最初の1年っていうのはほとんどの活動をやめて、毎週じゃない月収200万から300万のアフィリエイト活動を全てやめてですね、この売り上げを放棄して年間で2000万から3000万と言われるねアフィリエイトの収入を放棄して、私の場合は FX に、突入したんですよ。で、私がやってる活動っていうのは速稼塾っていうの運営がありますんで、その時の速稼塾っていうのは生徒6人です。速稼塾ファイナルというカテゴリーで生徒6人だけをサポートして1年間やりました。それと同時にもう1個では FX、 この2つしかやってなかったんですよ。他のことは全くやってないですね。家族も旅行も何にもないです。もうそれだけを2017年は打ち込んできて、それでも1年かかりましたね。多分これ、私の環境で衣食住に困らない環境で落ち着いて安定できるこの家でねシステムがあって、それで1年ですから、そういうものが整ってない方とか、例えば生活費を稼ぎながら FX の勉強する方っていうのは、まあ、3年とかじゃないですかね。で、私が一番最初思ったのは、とりあえずは暗記をしてないとチャートを見ても意味がないと思ったんで、暗記に絞ってずっとやることになったんですよ。でもね、この暗記がほとんどの方ができないです。いわゆる学校の勉強と同じですから、これ学校の勉強も、まあ、いわゆる詰め込み教育っていうかね、覚えてテスト、覚えてテスト、テストでどこまで覚えたかを確認する、で、できてないところは復習っていうふうに、すごい地味なんですよ。地味で、しかも進捗があんまり見えないと。で、人にも合わないからモチベーションも上がったり下がったりしないんですよ。どちらかというと下がりっぱなしですよね。で、FX しかやってないんで、たまには別のことしたくなるんですよね。それに全部打ち勝ってですね、 FX だけの暮らしをどれだけ送れるかっていう1年があってこその地盤ができて、それから紆余曲折あって上下があって5年目ぐらいに、まあ負けることはなくなったかなっていうところなんですよね。で、最初の1年で同じように FX 参加した人のほとんどが退場していって、で、実際に相場に入っていっても資金がなくて退場していって、そして3つ目は継続することができないんで退場していってってことになります。まあだからね、何でもそうですけども、甘くはないっていうのは甘くはないんですけども、まあのんびりしてる人には向かないですかね。だから何もつかめることがないんじゃないかなと思いますね。FX って本当、なんですかね、社会的意義もないですからね。ビジネスっていうのは少なくとも誰かの役に立ってるはずなんですよ。でも FX は誰かの役に立ってるかっていうのは非常に見えにくい。多分役に立ってないでしょ。何にもないと思いますよ。単なるそのみんなでお金の取り合いをやってるだけであって、社会的価値の提供はここに全くないですからね。まあだからね、ビジネスで人を喜ばしてありがとうでお金をもらいたい人には向かないんじゃないかなと思いますし、ただなけなしのお金を分だくって自分の懐に入れたいって人に FX が向いてるかなと思いますよね。だから私もね、 FX をやってる時に自責の念に駆られたことがあるのは、これ実際ご質問いただいたんですけども、まあ、久保さんはビジネスをね、提供と感謝というキーワードでやってきました。そして多くの人に感動とか喜びとか癒しとかを与えてきた、それがビジネスだっていうふうに思ってたんだけども、 FX っていうのは何があるんですかって聞かれてね、何もないって答えましたね。何もないよと。お金がない人からお金がある人に資金が移っていくだけで、
でお金がない人と、特に投資の世界に入るお金のない人っていうのは勉強ができてなかった人なんですよ。でビジネスでお金を作ることができなかった人がほとんどがね、そういう人が投資の世界に入ってきてまたそこでもお金を失うんですよ。でもビジネスをきちんと確立させていって余剰資金を毎月毎月何十万何百万と生み出せるような人は FX でもその同じ手法で勝てるというね。これは私ねほとんど間違いないんじゃないかなと思うんですよ。だって毎月5万10万の余剰資金ができない、そういうふうなビジネスができない人がね、20万30万ができない人が FX の世界で何をやるのかなと思っちゃうんですね。それこそビジネスがダメだったから一か八か FX っていう発想が本当のところなんじゃないかなと思うんですよ。だからそれがギャンブル思考だって言うんですよね。ビジネスはマスターしたと、もう何かあったらもう一回ビジネスをすればいいんで、だから余剰資金を FX に使わせてもらうよっていう形だったら、最初しっかりね資金を投入するんじゃなくてきちんと暗記の1年を過ごすことができると思うんですよ。でビジネスがマスターできる人だったら暗記の1年ではなくそれが半年とか3ヶ月になることもできます。一点集中できる人ですからね、ビジネスできる人って、ね、まあ今回私が言いたいのはそのぐらいかな、うん、でもねここまで言っていても FX は投資を意識する人はマスターしておいてもらいたいなと思います。いきなり暗号通貨とかに飛びつくんじゃなくてね。で情報発信業をやってる方もそうなんですけども、 FX 自らやらなくても FX のことについて発信することはできると思うんですよ。私はどっちかって言ったらね、順序としてはそっちじゃないかなと思いますね。 FX でいろんな理論理屈基礎用語っていうのをどん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 発信することをどのコンテンツにしていってね、自分のそうすると発信すれば覚えるし質問がいただけるしアクセスも高いと思うんですよ。でそういうふうにして一人でじとーっと誰とも会わずにこもって学習するのもいいんですけども、私はね発信する学習ってのがいけるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりなんか人に言うことによって記憶ってのはさらに鮮明になりますからね。だから自分の思い出話も誰かに話すからその反応からねまた人に話そうとか思っちゃうと思いますし、話せば話すほど自分の記憶ってのがまた上塗りされていってさらに話しやすくなるっていうところもあると思うんですよね。いわゆる話し慣れるってやつですか。まあ、そういうふうに考えてるかなと思いますね、うん、まあ花井さん FX 取り組むようにしたら、まあ、腹をくくってやっていただければいいんじゃないかなと思います。ただしビジネスはできなくなると思います。ビジネスをやるその二足わらじはほとんど不可能だと思いますので、ビジネスを全部放棄してお客さんのサポート放棄して FX に特化する、これだったらまだ可能性はあるんじゃないかなと思いますね。でそもそもお金が欲しくってビジネス始めたっていう素直な面があれば FX に投入してもビジネスを切ることできると思うんですよ。でもやっぱり誰かの役に立ちたいと思うんだったら FX は向きません。 FX は世の中の誰の役にも立ちません。誰かの役に立つものはズバリビジネスだけなんですよ。まあ FX はねそう思いますね。株とかはねその固有銘柄が、まあ、資金を集めて投資家の資金でまた事業を成功させるって道があるんで、まあ役に立たないでもないんですけども、こと FX ってのは誰かのなんか会社にお金が行くわけでも何でもないですからね、国にお金が行くわけでも空中に浮いてるんですよ。 FX にエントリーしたものは空中に浮いててそれを上手な人が取ってるってだけなんで、何ら何の価値も与えてないですねというふうに私は思っております。はい、じゃあまあしっかり勉強していけばいいんじゃないかなと思いますね。頑張ってください。いってらっしゃい。